皆さんにですね、お知らせ事項がございます。8月4日ですね、もうすぐです。 日曜日14時半から緊急カウンター外線が行われます。こちら福岡からです。朝鮮邪教統一協会に怒りの鉄追をということで、行動する保守運動九州が動きます。福岡県で旧統一協会の活動について福岡市がですね、公共施設の利用禁止令を出しました。まあ、これに対してですね、統一協会側が1200人の信者で取り囲んで抗議集会を開こうというですね、こういうことを企画しているそうです。で、これに対してですね、行動する保守運動 九州ではではすね断固抗議えっと、これね、第2報では九州広場ってなってたんですね。まあ、ちょっと第2報の方で確認して、それでもわからない人ね。福岡市役所行ったことがないとかいう人ですね。わからないんだけどっていう人がいたら、まあ、ちょっとその方ですね。 連絡先の方に問い合わせをしてみてください。現場責任者が国政しげるさんになっております。国ゼ 0327-atgmail の方ですね。まあ、詳しいですね、問い合わせ先などについては、行動する保守運動のカレンダー、もしくはドロンパの一人ごとなどで告知をしておりますので、ご覧いただければと思います。ただ、第2報は行動する保守運動のカレンダーですね。第2報は行動する保守運動のカレンダーに載っておりますので、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。 いや、統一協会しぶといですよ。本当にね、統一協会と戦うっていうことは、覚悟を決めてやらなきゃいけないんですね。いけないんだけれども、あれだけ統一協会に反対してた人たちがね、というですね。まあ、統一協会をね、許さないとか言ってやってた連中が、その統一協会との関係がね、指摘されてる、1、2の3、3、つぼったーとかですね。まあ、タ神のじいさんとかね、まあ、こういった人たちと、こう、手を組んでしまう、というですね。 まあ本当にね、愚かですよね。まあめくってみたらみんな同じという形ですね。ただしね、桜井誠だけは違いますのでね、桜井だけは一回売られた喧嘩は徹底的に買いますので、あの連中ね、天皇を殺せって言ってるんですよ。で、さらにね、日本は韓国に対して非道なことをやったんだから、一生ね、韓国人に貸し付けとかね、バカなこと言ってるんですよ。サタン、鶴子がそう言ってるでしょう。 鶴子の文在で何言ってやがんだよ、こいつはというですね。で、それを何ですかマザームーンとか叫んでる自民党の議員もいるんですよ。何がマザームーンだよ。ふざけんじゃねえ。こいつはサタン鶴子って立派な名前があるだろうよという。めちゃくちゃ過ぎますがね。で、それで保守だって言ってる。天皇を殺せって言ってる宗教を認めて何が保守なんだよ。エセ保守というかね、もう本当にこう、銭保守だらけになってますよね。で、その保守というのは第一義。 一番大切なものとして、国体を守ることなんですよね。それを持ってきてるんですよ。で、国体とは何かと言ったら、当然天皇陛下のことですよね。で、その天皇陛下を殺せって言ってるですね。こんなふざけた宗教を認めてる時点で、もうそもそもこの論理破綻を起こしてるんですよ。いや、もうね、本当に残念なね、世の中ですけれども、それでも最後までね、戦います。まあ、今回はね、行動する保守運動、九州で動いてもらいますけれども、 こちらがですね、福岡県、福岡市役所で8月4日にですね、外線を行います。カウンター外線を行いますので、14時半にご集合ください。集合場所については先ほども言った通りですね、第1報では福岡市役所前、中央広場になってたんですけれども、第2報ではこれ、九州広場、九州広場に変わっておりました。第2報ではですね。まあ、このあたりですね、現場責任者の方に確認をとってみてください。